キスタイルっておしゃれな生活をするためとか、なんかすごい分かりやすいデザインとかっていうところ、すごく大きなところとしてはあるんだけど、聞いてみた時に繊維の文化っていうのがすごい人間の DNA にめちゃめちゃ深く刻まれてるなって印象がすごいいつもあるんです。で特に八王子っていうのは繊維にまつわる DNA 的な記憶がみんな持ってんじゃないかなっていう気がしてるんですよ。産業っていう大きな流れっていうのはどうにもできないと思うんです。作れるものは作れるし、じゃあ僕らにできることって何だろうって考えると、やっぱ規模を小さくして自分たちのできる範囲の何かをするってことだと思うんですよ。でそうなった時に一番最初の工場は手だと思うんですよ、自分一人。そこで生まれる最初の何かをこの土地の人たちとできないかなっていうので考えたのが、じゃあみんなで糸を作るところから始めようかな。糸を作るってなっても普通は糸って買うものじゃないですかけど本当に糸を作るってなると道具から作んなきゃいけないっていうことを考えてやるのが今回この紡ぎごまです。今日は隣の小仏川という川で、また子どもたちと一緒に石と枝と拾って穴を開けたり工作をしました。子どもたちの元気な様子であったりとか、工作する音であったりとか、賑やかかつ庭園の中で生き生きとした雰囲気が出たので、新鮮な景色になりました。この辺に落ちてる石だけど、使える道具にしていく過程が知恵が詰まってるなと思いました。その昔からの伝統をやってる感じがすごいいいなと思ってちょっと体験させていただきました。お庭も綺麗なのでいい天気の中楽しめました。作るのが楽しかった。僕は石拾うの楽しかったです。なんか回すのが面白かった。